有久ヒサジ温泉は、三重県北室郡紀北町島原にある山あいの温泉。有久ヒサジとは近くにある古札の名前で、花山天皇の会帰と伝えられる、自然湧出の温泉で、有久ヒサ寺の薬指導家から湧出する。1980年頃の調査では、湧出量は 4L。ふん、温は、摂氏14.7度であった。効能は、神経痛、胃腸病、皮膚病などである。 山井の秘湯で赤羽川支流の渓谷に、鬱蒼とした竹林、杉林に囲まれた一軒宿の温泉である。元湯は、名前の由来となった、新温州の古アリ有久ジ薬師堂の岩屋から自然に湧き出しており、そこから流れてくる湯を引いている。浴槽は、旅館の別棟にあり、岩を掘った岩屈風呂となっている。石鹸などを使うことはできない。冷静では、 日本一のラジウム含有量を含むと言われ、陰線も様々な効能があるとされる。北室郡知事によれば、949年に発見されたという、西国33所詣で,で那智山に参った火山の陰法が冷静の名刀であると表し、これを伝え聞いて、戦傷の治療に訪れた平小国は49日間の当時で全壊したという。しかし、 加山の陰法王は949年時点ではまだ生まれていなかったし、上平天行の乱後の動向が不明である。小国が乱から10年余りを経てこの地を訪れて、古傷を短期間で癒したということに根拠はない。木永島長子は、当地を東熊野街道が経由していたことと当時の旅人の間で知られていたことを示すものと考えられなくもないとしている。なお、 北室郡智氏の当該記述は1889年に地域住民から聞いた話を記したものである。有久寺役主堂の胸札には有出時期は不明で、あると記されている。鎌倉時代から冷戦として知られたことである。有小説が入党したという伝説もある。有久寺有久寺は、新言密教の寺院である。本尊は、石像の役師如来座像で、江戸時代の作である。 薬師堂は嘉永7年に再建されたもので、胸札が残っている。この胸札によると、志方現像が、霊勢の効能が著しいとして、冠中念仏を行い、石仏を作り薬師堂を、完成8年に建てたという、寺名、温泉名の、有久寺とは、当地に神社と寺院が共に存在したことから、夕宮寺と呼ばれたことに由来するとされる。北室郡地市には、 原名が、百宮寺とある。毎年11月12日に、日渡り神事と呼ばれる祭礼を行う。10時半頃より、お滝神事から開始し、薬師堂に参拝した後、銅の奥にある滝で滝行を行う。滝行の後、斎藤ごまを滝、ごまの後に丸太を渡し、行者や一般の参加者が日渡りを行う。最後に、ち巻きが行われて祭事は終了する。ありがとうございます。